まず平行陣取ったら早く終わらせることが一番大事。次のコースまで予見できると。外側流していく。ほんでこっちが空いてくるのでアングルも決めれると。はい、どうもネギさんぽでございます。皆さんご機嫌いかがでしょうか。というわけでね、本日は本編入る前にちょっと皆さんに見ていただきたいものがございます。ででん、こちら12月にプリンスから発売されるツアープロライト by ハイドロゲンというシューズでございます。ハイドロゲンといえばもうイタリアの超高級ブランドです。今回、このシューズ第2弾のシューズとなっておりまして、ボディの中央にはこのようにね、ハイドロゲンでおなじみのドクロマークが入っておりまして、今作は前作に比べて非常にシックな仕上がりになってるかなと思います。ベースになってるシューズもプリンスのツアープロライトということで、僕はシューズの性能としても非常に好きなシューズです。ほんま最近プリンスのシューズが良くなったと思ってる人は、僕だけではないんじゃないでしょうか。こちらですね、僕がずっと履いてる前作の、ハイドロゲンのシューズなんですけど、ソール見てもらってもこれ使い込んでるのが分かっていただけるでしょう。カラーはですね、こちらのブラックとレッドの2色、僕は迷わずこのブラックを選ばせていただいたんですけれども、赤はねちょっと僕が履くには若干レベル高すぎるかな。ファッションレベル初級の僕が履いたらもう何に合わせたらええかわからんくなって全身赤とかやってしまいそうなんでね、ぜひねご興味ある方はチェックしてみてください。はい、というわけでお待たせいたしました。本日はダブルスのポイントパターンの動画でございます。まあ動画の中でも言いますけど、ダブルスってほんまにポイントを取るパターンを作るっていうことが非常に大事なんですね。そうすることによってボレーとかの必要な能力も限定的になってくるので、より目指すところが明確になります。皆さんにもしっかりとポイントパターンを作ってもらってダブルスの上達につなげていってもらいたいと思いますんで、ぜひね最後までお付き合いいただければと思います。それでは本編どうぞ。はい、というわけで今日は、平行陣の動きの練習といいますか、平行陣になったらこうすればいいよっていうのをちょっと解説していきたいと思います。で、まず平行陣取ったら、早く終わらせることが一番大事。10往復も20往復もしとったらもう圧倒的に眼光陣の方が有利になってくるから、基本的には、平行陣取ったら、まあ、2、3往復で終わらせるっていうのが大事なんです。で、その2、3往復で終わらせるためにはまずはボレーをストレートに流すこと。ストレートに流すことで、2対1の状況が作れるので、しっかりと、早く終わってなおかつポイントを取ることができるので、ちょっとそれをやっていきたいと思います。アプローチ打って前出ていく。で、これをストレートに流して、で、ちょっとポイント取られたけど、こんな感じでしっかりとストレートに流していく。アプローチ打つ、ストレートボレーで、しっかりとストレートに流していく。もう一回アプローチ、前出ていってストレート叩きに行くという感じでボレーができるといいですね。で、この時にストレート流す時にできるだけ相手の外側、相手のバックボレーに流すとコースがストレートが真ん中しかなくなるので2人で守りやすい。アプローチ打って、で、外側、ほんだらごめん、こういう感じでコースがストレートで流しやすいし、アングルに飛んでくることがほとんどないのできっちり次のコースまで予見できると。こういう感じね。はい、これがね一番ベストな攻め方かな。真ん中帰ってきてもペアがきっちり取ってくれると。アプローチ、ここでストレート、帰ってきてもストレートできっちり決めてくれると。こういう形になると一番ベストかなと思います。アプローチ打って前出ていく、ほんで外側、 OK、 素晴らしい。あとは内側に入れてしまうと、相手のフォア側に入れてしまうと結構ペアのアングルに流されたりするので、
そこはできるだけやめといた方がいいかな。まあまあ威力によってはしっかりそれで決まる可能性もありますけど、極力外側狙うとだいぶ決定力は上がってきます。でこれには条件があって、あそこの相手の前衛が前に詰めてこないっていう前提が大事です。前に詰めてくるとストレート流したらやられるので、それちょっとやっていきましょう。アプローチ打ってこれでやられますからね、はい、こうなってしまうとしんどいので、極力、相手の立ち位置は必ず見て、その時に判断するんじゃなくて、だいたいこの人前詰めてくる人とか思ったらもうクロスに流すのが無難かなと。逆にあんまり詰めてけへん相手やったら、あのままストレートに流し続ければポイントは取りやすいかなと思います。外側流していく。ほんでこっちが空いてくるのでアングルも決めれるという感じで、ただ僕の動きだけじゃなくて前衛の動きも結構大事になってくるんでね、ここはしっかり注意して、こういう感じですね。素晴らしい。アプローチ打って前出ていく、でストレート、前出ていってバックボレーのストレート。そう、ここまでカバーしてくれるペアがおったらかなり優秀かなと思います。アプローチ打つ、ストレート、もう一回ストレート、なら2対1の状況ができるので、アプローチ、アプローチ、前入ってストレート、ごめんここでアプローチ、前出ていく、ストレートボレー叩く、ペアに任せるっていう感じでいけば、別に自分だけで決めれなくてもペア使って決めれることもできますし、こんな感じですね。まあ、フォアに行きましたけど、今のは結構威力で押してたからいいかもしれません。ラスト、はい、今の取らなあかんなはいはい、いいですね、ナイス、素晴らしい。それじゃあちょっとだけですけど試合で使ってるところを見ていただきたいと思います。レシーブゲームで前詰めていってこのようにストレート流してます。次はサービスゲーム、足元に沈められても相手が前詰めてないのでしっかりストレート流してます。ここもレシーブゲーム、浮いてきたボールバックボレーでストレート。さあここもレシーブゲーム、相手のボレー沈んできましたけどストレート流して、ここはちょっとねバックのアングルネットしてしまいましたけど、はい、最後はね、向こう側でちょっと見にくいですけれども浮いてきたボールストレートに流す、で逆ロ、ここねペアがちょっとね詰めすぎてました。まあそれでもねストレートに流してるっていうことが分かっていただけたかなと思います。はい、というわけでいかがだったでしょうか。平行陣の組み方って結構ゴールが見えなかったりするので、きっちりゴールを作ることが大切です。でゴールを作るにはまずスタート切らないといけないんですけど、スタート切るためにストレートを流す、これがね結構スタートになりやすいので、きっちりストレートに流せるようにやってみてください。いろいろ相手の傾向によっても使い方とかは変えないといけないですけど、まあ、これがスタンダードかなと思って使っていただけるといいんじゃないかなと
思います。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあこれ僕の実体験なんですけれども、僕のダブルスの成績が出てなかった頃っていうのは、なんとなく平行陣組んで飛んできたボールをなんとなくボレーで返して、最終的に何をすりゃええか分からへん、こっからどうしたらええか分からへんっていうような状況だったんですけれども、それを浮いてきたボールはストレートに流す、沈んできたボールでも、相手が前に詰めてなければどんどんストレートに流していきましょうみたいな考えを持つことによって、平行陣の終わらせ方が分かりました。それによってダブルスの成績がついてきた感じですね。で、まあ実際その時に僕ボレーがめちゃくちゃ上手くなったのかって言われると一切上手くなってないです。むしろ考え方が変わっただけで成績が伸びました。今でもね、僕ストロークの方が得意で、ボレーはねそんなに得意じゃないです。ただボレーができないからといってダブルスが苦手かと言われると全然そんなことなくて、むしろダブルスは得意と言っても過言ではないんじゃないかなと思ってます。なので、まあ皆さんの中でも、ボレーが苦手やからダブルスが苦手と思い込んでる方は、今すぐその考え方は捨ててください。ボレーができなくてもダブルスは十分できます。というのも、ダブルスのボレーってね、すごく限定的な能力が求められる。やっぱり上手い人っていろんなことができて、ボレーが上手くないとダブルスが上手くないみたいな印象あるかもしれないですけど、しっかり浮いたボールをストレートに叩く、沈んだボールを浮かないようにボレーする、この二つの技術だけで十分ダブルスはね、強くなることができます。なので今日の動画の内容をしっかりと意識してね、日頃からちょっと取り組んでいただければ、ダブルス上手くなるんじゃないかなと思います。ぜひねちょっとやってみてください。というわけで今日はこんなところで終わらせていただきます。おつさんぽ、バイバイ。